21世紀の地球上にも科学文明に取り残されたような場所があちこちにあった。ここもその一つである。エネルギーが欲しい。ほんのちょっぴりでも原子力があれば動けるんだがな。ああダメだ。僕はどうしてこんなところに来たんだろう。わかんない。いつの間にこんな寂しい山の中へ。全然思い出せないや。そうだ、昨夜までは確かに日本の僕ん家にいたんだ。おやすみお母さん。おやすみ。明日のエネルギーはたっぷりあるわね。うん。確かに昨夜エネルギーはたっぷりあった。それが今朝目を覚ましたらすっかりなくなっちゃってる。ダメだ、僕はロボットだから食べられないよ。無駄だってば。ほらごらん、はめてやるよ。いいな、生き物はエネルギーがなくても飛べるんだもの。おや、何か聞こえるぞ。何の音だろう。そうだ、あれはきっと機械の音だ。何だろう。したのだ。なんだお前はロボットだな。ロボットがどうしてこんなところに寝てるんだ。寝ているんじゃありません。動けないんです。エネルギーがなくなっちゃったんです。だから動けないんです。こうやって喋るのがやっとなんです。助けてやろうか小僧。俺の馬はロボット馬だ。馬のエネルギーをお前に分けてやろうか。本当ですか。助かった。分けてください。お願いします。その代わりお前は俺の言うこと聞くんだぞ。ここでロボット馬が役に立たなくなるのは災難だからな。ええ、何でもしますから。待ってろよ。お口を開けろい。あとたった3000馬力か。よし、満タンにしてやる。どうだ。わあ。おじさんありがとう。すっかり良くなりました。ご恩は忘れません。そりゃよかった。だが俺の馬を見ろ。おめえの身代わりになって力がすっからかんだ。僕が馬の代わりになりましょう。馬になる？ふざけるな。ほら見てくださいよ。キーン！キーン！さあおんぶしましょう。僕アトムといって日本のロボットなんです。アトム？アトムといえば10万馬力のすごいロボットだな。噂に聞いてるが空を飛べるというじゃない。ええ飛べますけど、あの馬からもらったエネルギーぐらいじゃ飛べません。よっぽど強いエネルギーじゃないと。日本へ帰るには空を飛べなきゃ帰れない。空を飛ぶには強いエネルギーがなければならんというわけだな。そうです。おじさんはどういう人なの。俺か。この辺じゃちょっとは顔を知られたアリババという親分さんよ。
あいつは。スフィンクスという怪物だ。驚いたか。スフィンクス。そうだ、あいつに巡り合ったら最後、普通なら命じゃない。恐ろしいところですね。そうだよ。あ、村が見えた。ここまた来ればもう安心だ。いや、待たせたな、アリババを呼ぶ。アトムはどこにいる？上だ。うまくいったな。アトムの寝ている隙に奴のエネルギーを抜き取って、この国まで飛行機で運んできたとはご存知あるまいな。ああ、分かっちゃいねえ。知らぬはロボットばかりないか。で、アトムはお前の言うことは何でも聞くように仕向けたか？しっかり俺に感謝してらな。だがこれが仕組んだ計略と知ったらアトムはどう思うかな。とにかくうまく騙して奴に仕事を手伝わせるんだぞ。アリババのおじさん、体のエンジンに水がいるんです。井戸はどこ？広場の真ん中だ。勝手に行きな。ありがとうございます。アラーの神よ、どうぞ私のもお救いくだされ。実はこの山に怪物が住んでおります。カニ男と申しまして、こんなに恐ろしい顔で。カニ男？はい、それがここら辺の泉という泉を独り占めにしてしまいました。おかげで私どもは水がなくて苦しんでおります。なんだ、あともこんなところで油を売ってやがって。そんなくだらないことに大切なエネルギーを使うやつがあるか。おめえのエネルギーは俺の仕事のために使え。これから大仕事を始めるんだ、分かったか？そう、大仕事。アトム君よろしく。私はアリババ君の友人、ブラックスミスという考古学者です。君は我々のためにスフィンクスと戦ってくれればよいのです。ええ、そうです。訳を話してください、おじさん。スフィンクスというのは約4000年の昔、ナイル川の岸に住んでいた顔がライオンで体は人間の怪物です。顔がライオン？あ、いやいや、顔は人間の女で体はライオンで、背中には羽が生えることもあり、尻尾は豚、あ、いやいや違った、蛇だ。ガラガラ蛇の尻尾を持った女の怪物なのです。女じゃなくてメスでしょ？メス？いやいや、スフィンクスはメスではなくて女じゃった。それも美しい女で。いやいや、そんなことはどうでもいいがね。何を食べてたんですか？魚？いや、人間です。クイズを出しては答えられないと食ってしまったのです。ある日、一人の男が現れた。カウボーイでしょ？
違う。じゃあ原始人？いや宇宙人。スフィンクス退治にやってきた哲学者だったのです。かっこいいぞ。ありがとう。その男が川岸にやってくるとスフィンクスが座っていた。これ旅人よ、私のかけた謎を解いてみよう。解けなければお前を食べてしまうがよいか。時間は10秒。朝は4本足、昼は2本足、夕方は3本足。これは何か。答えは人間じゃとその男は言った。赤ん坊は4つ足、大人は2本足で、年を取れば杖と合わせて3本。知恵比べに負けたスフィンクスは恥ずかしさのあまりに死んでしまった。それ以来スフィンクスの子孫は改心してエジプトの王様のお墓の守り番をすることになったというのがスフィンクスの伝説です。でもそれは作り話でしょ。それにここはエジプトじゃないのに。そこですって。ここいらを脅かしているスフィンクスなるものは実はどうもロボット臭いのです。やっぱりロボットだったんですか。さよう。おそらくその力は10万馬力。じゃあ僕のと同じだ。だからそのエネルギーを奪えば君も空を飛べるんだ。どこに住んでるんですか。あの山の奥の王者の谷というところに住んでいます。おい野郎ども集まれ。周りババ団が大仕事をするんだ。俺たちは有名なアリバの泥棒、強気を助け弱気をくじく、何でも腕ずくだ。俺たちは有名な40人の泥棒、雨にもめげず風にもめげず、何でも横取りだ。王者の谷へ。王者の谷には古代のバビロン王の墓があるんだよ。おじさんはそれを調べに行くんですね。大変だな。親分、足跡がありますね。怪物の足跡か。何の足跡だろう。アトム君、何か怪物の足音でも聞こえないかね。何も聞こえません。さあ、王者の谷の入り口だ。怪しい家がある。アトム君見てきてくれたまえ。誰が作ったんだろう。俺は作ったやつを知ってるんだ。誰なんですか。余計なことを言うな。お前たちはただ命令を黙って聞いていりゃいいんだ。分かったか。そう、平行だと命令を聞きますかって言うんだ。俺もこんな野郎嫌だよ。黙れ。はい、分かりました先生。スミスは財宝のありかを知ってるんだ。お前たちは黙って言うことを聞いてりゃいいんだ。後に聞かれるな。
やつは人間の1000倍の物音が聞こえるんだぞ。テレビをご覧の方、内緒話の間ちょっと音を消していただきたい。着いたぞ。素晴らしいものだ。王の墓の入り口だな。この中にあるところも見ろ、王の囚人が掘ってある。入ってみましょう。焦るな、落ち着いて入るのだ。ノックしなくていいんですか？そう急ぐな。アトム君、ここが学問上貴重な王の墓なんだよ。チェッカだ、見てたってつまんねえや。こやがくっか、あんま奥見て。バカめ、おや、雪止まりだ。馬がめちゃくちゃに壊されているぞ。こいつはひどい。誰の仕方なんだ。足跡がついてる。これはスフィンクスの足跡だ。え、スフィンクス？アトム君、スフィンクスの足音が聞こえないか？いいえ。こうなったら早いとこしなきゃならねえ。アトム、あの岩戸の抜け道を探れ。なんだかお墓嵐みたいだな。生意気なこと言うな。さっさとやれ。僕、悪いことだと思います。何？いやい、俺のも忘れたんじゃあるまいな。さあ、さっさとやるんだ。はい。出てきた。どうだ？ええ、やっぱり抜け穴がありました。向こう側の部屋にカニ男がいたんでやっつけました。えらいぞ。この水をなんとかならないか。調べてみましょう。うわ、線があったぞ。おお、水が引いたぞ。お風呂の線を抜いたみたいだな。さあ、行きましょう。カニ男か、10匹もいる。アトム君、よくやっつけたぞ。ねえ、どうしてどれもこれも中身が水ばっかりなんでしょうか。これがカニの缶詰なら、うんとこしゃ食べられるんだから。この部屋にはこいつしかいませんよ。他はガラーンとして、まるで空き家みたいです。まったくだ、何にもない。これ当てが外れたぜ。お墓がお引っ越ししちゃったのかな。バカを言え。それとも税務署に差し押さえられて根こそぎ持ってかれちゃったのかな。うん、そりゃ考えられることだ。何もねえ、骨折り損のくたぶれ儲けってやつだ。ちょっと待て。これはおかしい。おい、みんな、この壁が怪しいぞ。どうやら動きそうだ。どんでん返しか。アトム君、調べてきたまえ。はい。気をつけろよ。暗いな。あ、機械があるぞ。何、機械だって？本当だ。何が何だかわけがわからねえ。どうしてお墓の中に機械が。うわ、人間だ。あれ、人間。思った通りだった。誰ですか、これは。有名な科学者、ドルダン博士。え、死んでるの？追っているのだ。いや、仮死状態にあるのだ。つまりドルダン博士は我と我が身を凍らせたのだ。こうやって100年眠っているのだ。100年経つと自動的にガラスの中の温度が上がって博士は目覚める。博士はこの王者の谷を自分の安息所に選んだのだ。もっと平和な未来に生きるためにここに寝ているんだ。あっ、いけ。とうとうやってきたね。もう生かして返さない。覚悟して。アトム、それやっつけろ。
やっつけました。さあやろうともさっさと発明品を運び出せ。待ってください、それはあんまりひどすぎます。宝じゃないのに。やっと気がついたか、アトム、バカなやつだ。じゃあ君たちは僕を騙していたんですか。そうさ、我々は初めから博士の発明品が目的だったのだ。金を売って人儲けするんだ。博士の発明品ならどこの国だって高く買うというもんだ。悪者め、誰がそんな真似をさせるものか。隠れたぞ、探せ。やつはもうほとんどエネルギーがないはずだ。見つけ次第壊してバラバラにしてしまえ。あ、これは原子力エネルギーのチューブだ。あのスフィンクス用のだな。さ、エネルギーをたっぷり詰め、見てろ。みんな怒らせてやる。うわーい、一番人に追い出してくれ。守っていられるように祈ってるよ。じゃあさようなら。さようなら、アトム。